どうもなるみです。どうも夏目くです。いやー初夏ですね。初夏ですね。はい。今なるみさんにメッセージ送ったんですけど。なんすかこれ。僕これが最近ハマってまして。はいはい。これは何かと言いますと、ワードカスケード。単語が降ってくるんですよ。ふんふん。これ何の単語が降ってきてんの？何なんでしょうね。多分完全ランダムじゃないですか。すごくないですか。え、ランダムでただいろんな単語降ってきてるだけなの？そう、すごくない？すごい。すごいけどこれ何に使うの？クリックしたら検索結果に飛ぶよとかじゃもうないんだね。じゃない。これがあると、うん。ぼんやり見てると幸せな気持ちになれるんですよ。あー、でもこれをさ、なんか、家の壁とかに投影してぼんやり見てたいね。うん、そうなんすよ。へー。ありでしょう。なんかありだな、これ。え、これ誰が何のために作ってんの？全く存じ上げません。単語ガチャっていうサイトだね。全く存じ上げません。でもこれはめちゃくちゃいいなと思って。ぼんやりずーっと見てるだけでもいいですし。うん。これ例えば何か企画をするときに横にザーって流してると。あー、ブレストの時みたいなね。ブレストの時めっちゃいいと思います。はいはいはい。それいいね。1000円カット、意識高い、盲目、チキンナゲット、グラデーション、わだかまり、ピラミッド、イスラム教、シュッとした。シーフードヌードル、愛妻家、天安門。これ同じものが見えてんのかな？いや、絶対違うと思います。全然違うと思います。毎回違うもん、リロードすると。送料無料、カモメ。殺人級、名誉教授、アースジェット。ね、これいいでしょう。あー、これ、なんかいいわ。なんかいいでしょう。まず、ぼーっと見てられるし。うん、あれ、これ見ちゃうね。ね、見ちゃうでしょ。うん、で、多分これ、自分でも気づいてないけど、興味ある単語を見てる、拾えれてると思うんですよ。うん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 。で、どうでもいいのは多分流しちゃってるんですよね、頭の中で、自然と。確かに。今、痛風とかすごい目に入ってきたもんな。僕、痛風なんて全く入らないけど、釣り合うとか、釣り系のフィッシュなんとかみたいなのが。うん、へぇ、面白いな、これ。そう、これはですね。あ、夏めぐっていうのが出てきてる。ほら、そういうの、そういうのね、そう思っちゃうじゃないですか。はいはいはい。そう。これはですね、企画の方かな、まあどういう系、結構、まあライターの方でもいいけど、何かちょっとね、こう、考え事があるときに、どうしようかなと思ったときに、これをぼんやりサブディスプレイに表示させておき、で、はいはいはい。ライティングしたりすると、で、ふと見て、あー、お茶の水、一本背負い、ペレーの涙、君がよ、あー、君が世だみたいなね。なんか、あ、でもこれなんか使えそうだけど、そう、わかんないな。生き物がかり、有料道路。そう、これはね、何かに使えそうな気がする感。ゲームとかにも使えそうだよね。うん、気がする感。気がする感半端ないよこれ。ただ僕はこれでいいことがあったことは一回もありません。え、これ昔からあんの？いや、でも最近、今年じゃないですかね、できたの。へえ、面白いな。面白い。多分、うん、レイヤーが5階層ぐらいあって一番奥のめっちゃ遅いですよね。僕鉛筆削りが遅い遅い。鉛筆削りがすっげえ遅い速度で降りてきてる。バラモン鏡がすげえ遅い速度をしてきてますね。やっぱり。へえ、手前のやつが速くて奥が遅いからなんか立体感があるんだな。ありますね。ミケランジェロがめっちゃ速い。ほら、なるみさんがずっと見ちゃってる。これずっと見ちゃうわ。ほら、消したこう。なんかこれ落ちてきた言葉でお題で喋んなきゃいけないとかね、うん、ああいいですね。確かに最後に落ちるまでに何か言わなきゃいけないとか、なんか、はいはいはい、そういうのがいいのかな。はいはい。この間ね、ゲームといえばなんですけど、ほう、カヤック時代の夏目さんの同僚の佐藤ねじさんおと、あと三好さんとか、うん、なんかその辺の人たちと、うん、ズームでゲーム大会やったんですよ。へえ。それ結構すごい、面白くて。はいはい。何種類かやったんですけど、まず一つ目が、うん、例えば僕が、こうやってスマホになんかの画像を写して、めちゃめちゃ近づい、カメラに近づいて、だんだん離れていって、これは何の画像でしょうみたいな。はいはい。例えば芸能人の顔とかで、うん。最初鼻とかしか見えないわけじゃないですか。だんだん話していくと、誰だかわかるんで、まあそれ早押しクイズにするみたいなね、コメントなんで。はいはい。逆に遠くから近づいてって誰だかわかるような。うん。そういったやつやったのと、あと、普通に売ってるボードゲームをオンラインでやってみたんですよね。はいはい。できるのもありそう。そうそう。あれしてます？なんか、架空の
映画とかを設定して、うん、それの感想を言い合ってくっていうゲーム。知らない。例えば今僕ずっと単語ガチャ見てるんですけど、うん、こっから2つの言葉を選ぶの適当に。はいはい。例えばなんだろうな、今僕のとこドヤ顔と防犯ブザーが鳴れてるんですけど、はい、例えばドヤ顔防犯ブザーっていうのをお題だとします。うん、そういう映画があったとして、例えば5人でゲームしたら5人それぞれ30秒ずつそれの感想を言わなきゃいけないんですよね。うんうん、いやこの映画は実は監督は誰々でめちゃめちゃ面白かったですみたいな。うん、夏目さんどう思いましたっていう風に次のシーンを振っていくんですよ。うん、でみんな終わった後に誰が一番面白かったかみたいな、まあ、競い合うゲームだったりとか投票して、はいはい、それなんか普通に言ってるゲームらしいんですけどね。あとなんだろう、自宅にあるもので物を持ってきてしりとりするとか、うんうん、そういうのいくつかやってみたんですけど、2時間ぐらい普通に遊べましたね。なんかね、新しいズームオンラインになって結構なんだろうな、いろんな遊び方のバリエーションが増えてきてますよね。そうなんですよね。で普通のボードゲームもオンラインの方が全然できんじゃんっていうのもありそうな気がしてきたね。うんうん、この間言った人狼もそうだけど、はいはい、まあ、ただね、良きも悪きもあると思いますよ。やっぱりリアルで会うから面白いことも確実にあると思うんで、うん、まあね。で今なるみさんにリンクを送ったんですが、これは何かと言いますと、みんな大好き与座ヒカルの記事でございます。おお、あの与座ヒカル先生の。あ、今日なんか出たの？そう、今日の記事でございます。リモートで運動会に参加する。はい、この記事はですね、リモートで運動会に出る記事っていうやつなんですけど、これが最高でして、付箋のやつ、これはすごく面白くて、運動会ってじゃあどうやるんだと思ってたらですね、うん、この記事見るとすごいですよ。マジで楽しそう。あなたの体がこれですって言って、 なんかね、こうオンラインのホワイトボードのアプリか何かがあるんですよね。それで付箋を自分に見立てて赤コーナーで更新したりですね。はいはい。あ、付箋をドラッグして移動して、そう、更新していくんだ。そう、めっちゃ面白そう。はいはい。でそれで始まり、めっちゃ面白かったのが、本のタイトルでしりとりって言って、早くよ、早くよ、世の本を早くみたいな。ああ、家にある、そう、バタバタみんなでね本を持ってきてしりとりすると。はいはいはい。これのバタバタ面白そうだなと思ったんですけど、ちなみにこれ僕だったら Kindle OK って言ってんで、もう連チャンで買って終わらすけどな。2万円ぐらい使えばいいでしょ。本棚にある本って書いてあるからね。あ、でも Kindle もいいって書いてありません？あ、Kindle OK なんだ。そうそう。あ、本当だ。サブタイトルなどもありだし、うん、Kindle は自分で所有してる本なら OK、うん。買えばいいんだ。そう。このために買うの？ありだなと思いましたね。これは企画した人が本当に素晴らしいなと思いました。へえ、こんなんやってるんだ。うん。すごいね。こんなに種目考えるの大変だな。考えるのめっちゃ大変。これは本当に、というか、いや、これは絶対楽しいんですけど、なんだろうな、さっきのなるみさんのディスじゃないですけど、ちょっと考えるオンラインのゲームとかって、うん、いつか飽きちゃうし、なんだろうな、楽しいけどリアルでやった方が楽しいじゃんってなるじゃないですか。はい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 。なるみさんがやってたそのボドゲとかは全然いけると思うんですけど、それに比べてこれですよ、企画力の差。これすごいな。山口情報芸術センターっていうのを主催してるんですね。これ何の山口なのこれ、ね、山口県ってこと？何の山口なの？山口って何なんだこれ。もうこの時点で山口一切関係ないですもんね。うん、未来の山口の運動会らしいよこれ。山口県なのか。うん、すごいでしょこれ。すごいね。行ったことない山口情報センターのこともすっかり好きになってしまった。人に話すときに行ったことあるよとか言ってしまいそうである。うん、山口市らしいよ。へえ。はあ。というね、僕たちはもう記事見ながら、はあ、へえ、ほうしか言ってない。ラジオとしてはもうね、最悪な。どんぐり FM。で、今これ、レインボーさん、むちゃくちゃ押されてるんですよ。うん。しかも、ここ最近、僕が大好きなポッドキャスト、リビルド FM でも、このレインボーさん、紹介されてます。ぐらい人気のレインボーさん。これはですね、コントを離れたところでやっていて、うん、なんだろう、リモート会議中にご飯食べる人とか、はいはい、そういう都合悪くなると聞こえなくなる上司とか、そう、ズームあるあるを
ズームとか会社あるあるみたいなのやってんの？そう。で、これの評判がとても良いらしいです。へー。すごいね、再生回数が。そうなんです。ぜひ、これはですね、皆さん見ていただけると、ああ、ズーム、リモートコントってそういうことができるんだっていう。今だと、ジャルジャルもやってますね、同じようなことを。はいはい。でも、こうやるしかないもんね。そう。で、これで多分今一番いいカテゴリー、うん、一番今人気出てるのがこのレインボーさんでございます。とてもとても今売れているお笑い芸人さんでございます。じゃあ、この状況に適合してるんですね、レインボーさんは。そう。ちなみに、実はレインボーさんは、の池田っていう人がいるんですけど。うん。僕、人狼やったことありまして。なんで人狼やってんの？池田さんと。今もう人狼強い芸人としてこの人売り出されてるんですよ。じゃあ、人狼マジ強いガチ勢の一人なの？そう。あ、そうなんだ。人狼で呼ばれるから、全然やったことないから強くなりたいですって言ってきて。で、みんなで、うん、この池田さんを呼んで、人狼して、一回一回、フィードバックをし、で、こういう風にやったら、めっちゃ強く見えるから、こうしたらいいよっていうのを、多分3日間ぐらいやったんじゃないかな。あ、池田さんがなんか、テレビ番組で人狼やるから、そう。練習に来たんだ。そう。8時間かけ3回ぐらいやった気がする。めちゃくちゃ勉強熱心じゃないですか。うん。普通そこまでしないよね、でもね。で、そしたら結構そこから活躍して、人狼で呼ばれるようになったんですよ。へぇー。素晴らしい。人狼芸人ってカテゴリーがあるんだ。結構ね、もともと女装芸人として売り出そうとしてたり、いろんなところにこう手広くやっていますが、いやー、満を持して、もう今どんどん売れてるので、あ、そうなの。素晴らしい。もう応援したいと思います、レインボーさん。テレビ番組は全部さ、ゲストのコメンテーターも全部ズームで出てるから、ズームに強い人になるといいよね、やっぱ。いいですよね。うん。なので、これをね、聞いてる皆さんも、何らか自分の職業をかけるズームで強くなっていくと面白いんじゃないかと思います。確かにね。はい。運動会もぜひやってみてください。はい。